2章の59節もですね、味覚は例外といえども断食者の感覚からは対象は消え去りなくなると、このように読んでみると分かりやすいでしょう。それで最後に思考の証券者から消えとありますが、これなくてもですね意味が分かりますね。で、思考の証券者に関しては後で説明いたします。対象は消え去りなくなるですが、対象に直面するとほとんどの場合人は愛着、憎悪、そしてそのどちらでもない不楽不苦とも言われますが、いずれかの対応をするんですね。ラマのマハルシのような真理の覚知者ですと対象がないんですね。すべては一つの命という覚知しかないので、自分と対象を別に分別しないのですが、自分意識を持っている間は自他の対立がありますので、どのようにしたらいいだろうということで、対象に直面しても睡眠せよ、まあ居眠りするわけではないんですが、対象に赤子のように面する。例えば新生児にですね、皆さんが愛着しているものを見せたとて、赤子はですね、そういうものに愛着とか嫌悪を示さないだろうと思います。そのように無執着、対象に接しても無執着の態度で生きるモデルとして、まあ正見型は別にしてですね、赤ちゃんたちもお手本になると思います。周りに赤ちゃんとか幼い子供がいれば、対象にどのように接しているかよく観察してみるといいでしょうね。断食者の感覚からはですが、飲食は愛憎のエネルギー源でもある。好き嫌いが激しい人たちの飲食生活を見ていると、好き嫌いが激しいんですね。それで味覚というのは口の問題だと思っている人たちが多いのですが、味覚と言っても判断しているのは脳ですし、その味覚というものはですね、3歳頃までほぼ決まってしまうんですよね。母乳あるいはミルクから離乳食に行って3歳ぐらいまでに家庭で与えられたものの飲食物に対する愛着、憎悪という実験、それはほとんど3歳頃までに決まってしまいます。まさに三つ子の魂100までなんですね。ですからヨーガの修行をしたいという人たちに、ミタハーラを説いて自分の味覚の好き嫌いから自由になることを散々言ってきましたが、ほとんどの人がなかなか成功しなかったんですね。それは三つ子の魂100まででして、小さい頃に形成された好き嫌いを年取ってからですね、ヨーガの修行などをしてもなかなか治せないんですね。見聞も愛憎エネルギー源。皆さんが毎日テレビを見たり、新聞を読んだり、あるいは雑誌を見たり、あるいは音楽を聞いたり、人のお話を聞いたりとか、そういう見聞、視聴覚を通じた知覚、感覚、判断作用にも多くの愛憎という執着、エネルギーがまとわりついてるんですね。それをまた自分でよく点検していって、なるべく愛憎の幅を小さくしていくという努力をしないといけないわけですね。味覚は例外といえどもとありますが、三大本能は強烈で、
睡眠欲、食欲、性欲の三大本能は自分意識を持っている人には強烈に植え込まれている。それで頭での性欲、食欲にグッバイと書いてありますが、睡眠はですね、まあ適切な時間眠るだけなら弊害はないし、かえって修行を推進もしてくれます。それから食欲はですね、これは修行する人はミタハーラ、禅宗でしたら五感の下などの規範モデルがありますが、ヨーガの人の場合にはミタハーラですね、節度ある食事ですね。それから性欲、これは在家の人と専門修行者では違うとも言われますが、いずれにせよですね、子孫を作るための性行為以外は全てこの欲望ですので、それをどのようにコントロールしていくかが修行のしどころなんですが、これもですね、有名な要員たちや禅僧あるいはその他の宗教の、まあ、牧師さんとか司祭とかいろいろな指導者ですねたちのほとんどが性欲コントロールできないままに有名になっていい格好しているだけなので、まあなかなか難しい問題ですね。これは結論としては、心が成熟浄化されていくと性欲が希薄になっていって、ついには性欲から自由になれるということなんですね。まあ自分の頭でね、発情しているかどうかよくご覧になってみてください。思考の証券者から消えですが、エゴを見る、エゴの彼方に向かうと書いてありますが、あらゆる考え事の根底には私意識、自分意識がありますね。それで自分意識が希薄になればなるほど、この三大本能から自由になるのですが、そうなっていったかなりの修行者でも味覚に対する愛着がなかなか消えないと。で、断食すればそれが弱まっていくが、まあ断食期間が終わればまた食べたくなるし、断食前よりも余計飲食物にこだわってその後失敗してしまうという例が多いんですね。ところがラマナ・マハルシの言葉からも分かりますように、何を食べても一緒です。飲食物というエネルギーはどういうものを摂取しても何も変わりませんというようなことを言っておられるように、思考の証券者、心理の覚知者たちは味覚という強烈な感覚にもとらわれず自由であるということですね。まあそれにはいろいろな考え事、それから感情などを持った時に自分のエゴを見て、そうしてその自分意識がどこから出てくるのかというアートマビチャーラに向かって、具体的な実習としては何度も言っていますように、息を吸ってあー、息を吐いてあん、 without thinking 考え事なしに、あるいは without a feeling 感情なしに、 I am にとどまるということで、三大本能およびその他の諸々の煩悩から自由になる方向に自分で向かっていかないといけないということですね。それにはラマナ・マハルシなどのような完璧な解脱者をモデルに持つことが、生き方の修行のモデルに持つことが大切ですね。